アスリート特進コース。アスリート特進コースです。アスリート特進コースは、どのクラブ生も学業、部活動ともに文武両道を目標に日々頑張っています。アスリート特進コースは、授業の中で各競技に役立てる授業も行っています。その中でも6つの授業とその授業がどのように活かされているかを紹介していきたいと思います。1つ目は栄養学です。栄養学とは、普段の食事をバランスよくどれくらい食べればよいのか、また体を大きくするためにはどのような食事を食べればよいのか、食べ物について勉強します。栄養学を学び、良い食べ物を体に取り入れることで強い体を作ることができています。2つ目は心理学です。本番で最高のパフォーマンスをするためにはメンタルが非常に重要です。授業の中で心を鍛えるトレーニングや集中を高める方法を学べます。メンタルが非常に重要です。心理学を学ぶことで大きな舞台でも力が発揮できるようになりました。3つ目はテーピング学です。各競技で捻挫した打撲した際の応急処置を勉強します。自分の体を管理することは重要なことです。怪我をした際に自分自身で応急処置ができるようになりました。4つ目はマッサージ学です。各クラブ厳しい練習を行っているので、自分自身で体のケアができるよう勉強しています。マッサージ学を学ぶことでより自分の体に向き合うことができました。日々のセルフケアに取り入れながら体をいい状態に保っています。5つ目に体育理論です。それぞれの競技のルールや歴史を学びます。体育理論を学ぶことで専門家への競技から自身の競技に活かせると思います。スポーツの歴史や競技スポーツのあり方を知り、これまでと違う視点で見ることで競技スポーツの考え方が変わりました。みんなもぜひアスリートコースに来てください。わあ、最後にトレーニング測定実習です。アクシオン福岡でより専門的な機械を使い、筋力の数値を測る実習を取り入れています。最大筋力、筋持久力、反射神経、動体視力などの数値から生徒自身が現状に気づき、さらなる技術向上につなげていきます。以上でアスリート特進コースの紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。